え、でも違う、あ、いけたこんにちは。ちょっと待って、髪の毛ボサボサすぎてやばい。こうやってやろうこんにちは。ふぅー終わった、ため息ついちゃった。こんにちは今日は千秋楽。え？え、雨降ってんの？やばい、貸さない、最悪。最悪。え？いつの間に？いつの間に雨降ったん？帰る頃にはやむ、あ、それならよかった。朝は降ってなかったのに。あー、今日もリハーサルしてきましたよ。今に今日時間なくて、その公演があるからね。もうめっちゃ飛び出しみたいな、もう詰め込んでやったんよ。だからめっちゃボロボロやった全然できひんかった。そう、でも公演中にやってる曲はもう参加できひんから、みんなに置いていかれてる。え、あざがほんまにやばいくて、ちょっとなんかめっちゃ痛々しいんですけど、ほんまに心配しないでください腕に回るね、わかるかな、ほらこれ見て。腕はでもあんまりわからへん。膝がめっちゃもう大変、真っ赤やねんけど、まあ、なんかレッスン頑張ったんやなって感じで見といてください。なんかな、めっちゃ痛そうやねん。そんな痛くないねんけど、めっちゃ痛そうなあざできて痛い。お前なんか雨の音する。多いよね、初日までに格闘。いやほんまに、でオーマイガーのピラミッドした時ぐらい朝できてる。ほんまや、あ、雷鳴ってる、やばい。雷鳴やん、粋な演出かな。今日で千秋楽ですよ。早いね、本当に。なんかほんまに分からへんねんけど、もう N にはならない気がするんですよ。知らんけどなその B2 になって、もうチーム N という小チームに配属されることがない気がするから、チーム N ですって言えるの最後かもしれん。次の次、次は B2 なんですけど、その次また組閣やりますってなって、 N 今回はさ M か N しか行くチームなかったやん。
B2 はその若手っていうか研究生チームみたいなチームでだったから、そう、その2択やったら N やったけど、なんかね、なさそうやなって自分的にはね、分からへんけど、旗から見たら HECN っぽいでって思う人もおるかもしれへんし、もう先すぎて分からへんけど、もしかしたら最後かもしれないから。2023年2023の題名なってますね。でもなんか最後感実感がないんよ。なんかほんまにいつも通りって感じ。うわ、いない、いないけど、なんか風和らしき荷物が置いてあって来たんかなって思った。おらんかった、多分置いて帰っただけやと思うけど。人の道忘れてる深夜の彼氏、さっき生写真今発売中やねん、生写真そのサインを書いてきた。今更道頓堀、写真、え、今発売中です多分。え、なんか外がめっちゃ賑やかやねんけど、なんかイベントやってる外で。すごい雨の音する。今日髪の毛も崩壊するかも。あ、なぎさ最高が流れてる。リハは順調。あれ
買ってきた。かわいい。なんで丸々坊主になってるの。坊主にはなってない。坊主なってる。すっぴんボサボサやから。かわいいですよ。丸々ポーズって言われた。すみません、邪魔しました。人魚のバカンスもう最後やで。みゆちゃんです。和田みゆさんです。苦手なんだろう、イケメンだよ人間。だから僕たちはシンプル。もう解散やで。解散はしてないけど。見れる機会減っちゃいます。なんかでも多分さ、一緒に公演出るのもう最後の人とかもおるかもしれへんやん。悲しいね。なおはるはもう確実に最後やな。シンシンがかはるちゃんが爆速でまたいだら最後じゃないかもしれへんけど、でもほんまにチーム違うとほんまに合わへんと思う。だって最近公演もないやん。だからさ、ほんまにみんな、あ、久しぶりみたいな。あ、聞いてました。え、それで嘘でした。誰も、そう、やっぱね、今リハ期間やから、チームごとに動くことが多いから悲しみだよね。ね、会える機会が減っちゃうよね。寂しい。ああ、眠たくなってきた。今日もほんまに眠すぎていかんとこかと思った。リハーサル。なんかどっちでもいいって。すいません、行っても行かんくてもどっちでもよかったよ。もう途中まで、公演で途中までしか参加できひんからどっちでもいいって言われて、でめもうほんまに行かんとこかなって思ったんですけど、まあでも後々困るのは自分なんで行きました。そう、あと坂田とシンシンがどっちでもいいみたいな、来ても来なくても。でも坂田はいや絶対行きますみたいな言ってて、さすがにいいかなと。行きましたよ。一緒にリハーサル
してきました。でもね結局リハーサル参加できて普通に。で、まあ、一応最後までできたから行ってよかったんですけど、でもほんまになんか来ても見てるだけでいいみたいな感じやったから、ほんまにレッスン着持っていかんとこうと思ったけど、一応持っていったらあの入ることになって、あの時二択を間違えなくてよかったと思いましたいやほんまに直前までレッスン着持って荷物の重いの嫌やからさ、え次持っていかんとこうと思ったけど、ちゃんと持っていきました。今日は運が良かった持っていかなあかんねんけど毎回。でも楽しかった。今日やった曲は楽しい。ああ机蹴っちゃってグラングランになった。楽しかったです。今日はついてるので千秋楽頑張れそうです。てなわけで、ランキング読みます。私メイクの時間が来ました。いきます。13位だし巻き卵ありがとうございます。12位聖子ありがとうございます。11位松屋ありがとうございます。10位昨日ありがとうございます。8位あれ9位みわっちありがとうございます。8位惜しいありがとうございます。7位ともたんありがとうございます。6位ただのおじおたありがとうございます。5位チャンピオンありがとうございます。4位つっちゃんありがとうございます。3位はっちゃんありがとうございます。2位京都のやじありがとうございます。1位沸騰注意ありがとうございました。千秋楽最後までよろしくお願いします。新米のの心身見納めです。見ててください。それでは